風の加護を我らに。闇の恐怖を知れ。格が違うわ。余興にちょうどよい。覚悟しろよ。大詰めだね。隣にいなかったっけ？はい、私は常に主様のおそばに控えております。え、コロちゃんが2人？どういうことですかこれ？双子の姉妹とかですか？私ここに住んでるのですよ。よくあるのです、こういうこと。どうぞ以後お見知りおきを。ふむ、どうにも挙動不審ですね。同じ動作を繰り返していますし、発言も不明瞭です。主様、お気をつけください。うわあ、襲ってきます。主様に危害は加えさせません。えい、開け魔の扉、塵と化せ。すごい、攻めていきましょう。あっ、血も流さずに光となって消えちゃいましたよ。やっぱり魔物の類だったんでしょうかね。おや、何か落としたみたいです。ふむ、これはメモリーピースですね。この世界にはメモリーピースなるものが存在します。集めて解放すれば、封じられた方の記憶が一つなぎとなり、仲間とすることができるといいます。まだ仲間になっていないキャラクターのメモリーピースを集めると、仲間にすることができます。すでに仲間になっているキャラクターのメモリーピースを集めると、才能開花をすることができるようになります。才能開花をすることでキャラクターは成長し、一段と強くなります。メモリーピースは一定の数を集めなければ効果がないのですが、今後もこういった敵に出会った場合には同じく入手できる可能性がございます。メモリーピースを集めることが強くなる秘訣ってことか。それじゃあどんどん集めましょうよ。喧嘩相手は選べってこった。私も戦います。霊界の力よ。この調子。格が違うわ。暴れる。開け魔の扉、塵と化せ。ナイスでござる。調子が出てきたぜ。攻めていきましょう。今だ。ご退場願おう。私の剣もまた一つ冴えたみたいだ。ただいま。日和はまだ戻ってない？おかえりなさい。さっき出かけたばっかりだよ。すれ違わなかった？いや、まさかとは思うけど、また依頼人を探しに行ったんじゃないだろうね。ただいまー。レイさん、ゆいちゃん、私たちに依頼したいことがあるって人見つけてきたよ。おかえりなさい、日和ちゃん。やれやれ、追い返すのもあれだ。話だけは聞こう。ありがとう。入ってきていいですよ。失礼します。すみません、お忙しいところを。構わないよ。それでは私たちへの依頼内容を話してもらえるかな。今回皆さんに依頼したいのは、火山へ行って戻ってくるまでの護衛です。皆さんはこの時期に火山でしか採れない希少種の花があるのはご存知ですか？噂で聞いたことがあります。眩しいくらい赤い花で、それを意中の人に渡すと思いが通じるって。実は僕、その縁結びの花を恋人に渡してプロポーズをしたいんです。プロポーズ、素敵ですね。レイちゃん、あのね、私、はあ、日和、どうしてそういつも安請け合いをするの？ギルド運営は慈善事業じゃないんだ。ユイもあっさり情にほだされるのは良くないな。あ、ごめんなさい。とはいえ、こんな依頼を無下に断ったとなれば、ギルドの信用にも関わってくる。引き受けよう。姉ちゃん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとう。ダメだって言われるかと思っちゃった。まったく。ただしこれが終わったら翌日は必ず全員が休息を取ること。いい？はーい。よし、みんなでベリオ火山に出発だー。はっ、今のが最後の一匹か。この辺りは人もあまり立ち入らないからか、町の近くよりも魔物が多いな。これくらい大したことじゃないよ。それより君の方こそ、一緒に来てくれてありがとう。花屋さんの話だと、この高さまで来れば見つけられるかもしれないって。みんなで頑張って見つけよう。よろしくお願いします。それなりに探したつもりだけど見つからないね。希少種と呼ばれるだけはあるか。もうすぐ立ち入り禁止区域まで来ちゃうけど、いや、諦めなかったらきっと見つかるよね。頑張るぞー。あった、ありました。ほら、これ、ここに咲いてますよ。ほんとだ、おめでとうございます。 ありがとうございます。これが縁結びの花。火山で花が咲くってすごいことだよね。そうだね。草木が育つには過酷すぎる環境で花を咲かせるなんて、生命の神秘を感じるよ。これでよし。プロポーズが成功したら、花から取れる種を恋人と植えに来ます。そうすれば次に思いを伝えたい人が花を探しに来るでしょうから。それはいい考えだ。さあ、魔物が現れないうちに山を降りよう。レイさん見て、下から誰か登ってくるよ。お、あんたたち、もしかしてその手に持ってる花は縁結びの花じゃないか？なあ、そうだろ？そいつを俺たちに譲ってくれないか？それはどうしてこの花が欲しいんですか？理由を。日和、ゆい、奴らの格好を見て。火山にあれだけの武装をしてくるなんてただものじゃない。おそらく傭兵だ。話を打ち切ってすぐに距離を取ろう。うん、怖い人には見えないけど。分かった。悪いけどあなたたちに渡すためのものじゃない。失礼するよ。なあ、頼むよ。俺たちは傭兵だ。こんなことで失敗したらコケンってやつが危うくなるんだよ。金ならある。もう少し話し合おうぜ。どうあっても引き下がらないつもりか。君はあの人を連れてすぐにここから離れて。私たちも奴らの動きを止めたら後を追う。ありがとう。君も気をつけて。さあ行って、ここは私たちが。おい待てよ、兄ちゃん。ごめんなさい。眩しい。目が開けらんねえ。今のうちだね。行こう、レイさん、ゆいちゃん。このままなら逃げ切れそうだね。よかった。あれ、なあ、あんたらこの先で俺らの仲間を見なかったか？別動隊がいたのか。いませんでしたよ。日和ちゃん、それじゃあバレバレだよ。なあ、待てって。あれ、てめえらやっと追いついたのかよ。どうしよう、挟み撃ちにされちゃった。すみません、私が依頼したばかりに。こうなったら素直に花を渡して。待ちなさい、お前たち。この人たちを警戒させてどうするの？ごめんなさい、うちの者がご迷惑を。どうして君がここに？あなた、それにその花。なんでお嬢のお知り合いだったんですかい？それならそうと言ってくれりゃよかったのに。本当にごめんなさい。実は君がこの人たちのいる傭兵団の団長の娘？ずっと言おうと思ってたの。でもあなたが受け入れてくれるかわからなくて怖かった。だから縁結びの花を渡して打ち明けようって。そうだったんだ。傭兵さんがどうして縁結びの花を欲しがるのかなって思ってたけど、そういうことだったんだね。俺らはお嬢が一人で火山に行くなんて言い出すから心配でついてきたんだよ。そしたら花はあんたらに取られちまうし、売ってもらおうと思ったら逃げられちまうし、散々だぜ。さっきはすみませんでした。私たちつい誤解しちゃって。面目ない。いいってことよ。後の成り行きはあの二人次第だな。正直今はまだ戸惑ってることもあるけど、君への気持ちに変わりはない。どうかこの花を受け取ってほしい。魔物め、声に反応して集まってきたのか。傭兵さんたちも手伝ってもらえませんか。おうよ、お嬢を助けるためなら喜んで手を貸すぜ。困った時はお互い様々だよね。よーし、どんどんやっつけるぞ。2人で幸せになるため、彼女の父親に鍛えられながら未来の傭兵団の団長を目指します。今回は本当にありがとうございました。2人とも幸せそうでよかった。傭兵さんたちと会った時はどうなるかと思ったけど、まさか日和みたいな勘違いをするなんて。元気出してレイさん、私と一緒じゃ嬉しくない？そういう問題じゃないんだよ。ごめんなさい、我慢できなくて。お願いだから笑わないで、ちゃんと反省してるから。ないよ。やってやるぜ。格が違うわ。さあ続けよう。覚悟しろよ。開け魔の扉、塵と化せ。すごいですね、調子が出てきたぜ。違うわ、暴れるぜ。気恥ずかしいけどハッピーハロウィン。空間は主様の香りがします。ました。このふかふかの優しさ、うい、主様のようです。私たちのギルドハウスへようこそ。アメス様へのお祈りができそうな場所は、